こんにちは、ドラえもんのどら焼き屋さん物語第4回目です。大きな岩、はい、大きな岩、お願い、お前らお願いばっかりだな。飲み物の種類を増やしたいの、40増やして、はいどうぞ。黒糖生クリーム大福の塩、はい。ジャイアン、これ見つけられる？行ってきて。じゃあ和菓子検定、あ、そういうやつか。座席は、わ、君ら誰？わびさびの雰囲気が好み、大福系が食べたい。入り口増設と未来コインがもらえる。大福系か、大福系今弱いんだよな。じゃあ強化してみるか。6個使います。侵入か。グルメテーブルかけかけで爆食ができる。トレーニング6円。スモールライト、建築にかかる費用が少し下がる。相手の守りダウン、あ、戦闘で使えると。お金がないんだよな、爆食したいな。スモールライト買っておくか。まあ一応ね。木製パーティション、ステンドグラス。何、お願いばっかりだなお前ら。もっとゴーダ雑貨店の品ぞ、なんで こっちが金出さなきゃいけないんだよ。で、もうお願いばっかりだなお前ら。違う、和風のなんか、いや、もうか、99,000円。和風ゾーン作んなきゃいけないんだよ。また引き受けたお願い事が無事に完了しました。ピクニックの行き先、爽やかな牧場を発見しました。はいはい、まあ、ここでいっか。また和風は、もうなんねお願い寄せ。金がねえよ、金が。と、だから検定でしょ。お客さんじゃなくて運営だっけ、お手伝いか。お手伝いで検定って。はい、参加、大福系、68ありゃいいでしょ。68ありゃ、はい。5月2週、猫がちょっと増えた。2匹、ちょっとっていうか、まあ2匹か。お願い、はい。飲み物、赤しそジュース、メロンソーダ、ラムネ。お金増やそう。赤しそジュース。試作室からの報告、はいはい。大福餅、あ、だからこれのび太にしておいた方がよかったのか、担当者。大福餅の評価、改良して評価を高めよう。うん、え、うん、ちょ、わかんなくなっちゃう。バタバタすぎてわかんないよ。お願い、はいはい。漫画が、うん、コロッケ、コロッケ、料理本、工具セット、まあいっぱい入荷したな。施設、寄せ、お客の領事にお金が手に入る。寄せ、寄せ、いい高手なんだね。このゾーンに作るの、なんかお楽しみゾーンみたいな感じで、この辺、うん、ゾーンが分かんない分かんない。抹茶、醤油、魅力アップ、はいはい。ジャイアン見つけらんないんだよな、なんかあるって表示が出てんだけど。当選簿行ってみるか。じゃあ当選簿、ドラ行ってこい。ドラえもんオンって何？連れて行ける秘密道具があるかも。工作力のか、これ探索力ってことだったんだ。オンオン、ん？一人選んでね、誰が行きますか？え、どういうこと？ん？あ、出発を選、あ、こう、あ、なるほど、これで選べるってことだったんだ。まあ行ってきて。さつまいも、なんか作れる？作れない。あ、コンテストか。どら焼きコンテスト初級、出品予定、黒糖どら焼き、美味しさ55、過去の記録なし、全国の和菓子店と品質の高さを競い合います。はい、どうぞ。飾り付け、どうしようもないんだよな、選べないから。他に何も、これで上がる？この謎のやつにして。あ、ドラえもんこっち好きだった。得意な飾り、お皿はそれでいいね。マットもそれでいいね。あ、こっちいいじゃん。何これ、あー、なんか布団の柄かなこれ。よし、 DEDDD 完了。あ、もう好きにして出発。得意、ん？
勝った時は出場者が勲章ゲット。じゃあのび太行ってきて。ドラえもんも結局行くのかよ。全国の和菓子屋さんとお菓子の品質を競うコンテストの日がやってきました。即かよ。僕たちのお菓子がどこまで通用するのかドキドキするね。そうだね、そろそろコンテストが始まるみたいだよ。審査を見に行こう。どら焼き庵黒糖どら焼き、おいしい、好き、素晴らしい、好き、いいね。審査も終わり、いよいよ結果発表です。貞治林村屋総本店、みけちゃん堂、どら焼き庵、おめでとうございます。ありがとうございます。初級、まあ初級だからか。それではまた。こんなに早く最優秀賞が取れるなんて思わなかったよ。みんな頑張ったね。この調子で他のコンテストと制覇していこう。何これ、20万とかあんだけど。あ、でも未来コイン欲しいな。まずは、一番上狙ってるのか。スタート。ああ。あれ、時差があんのかよ。先言っといて、時差あるって。 F ポイント50、勲章1個もらった。のび太の最大気力が10上がり20になりました。迷子の犬を見つけました。空き地に住みつつバタバタで忙しい。もう売り上げちょっと上がった。お客さんもちょっと上がった。今日はたくさん売れましたね。今日はって今日なんだ。金がね、金が。だってなんか今出会ってたな、邪魔者と。当選簿されている、みんなで追い払おう。あー、なんか見たことあるかも。映画のやつだよね。ほほう、こんなところで人間に会うとは思わなかった。どれ、私たちとの力の差を見せつけてやろうか。犬社会、さあ恐れおののくがいい。そんな笑い方はしない。ゲホゲホ。さあ出撃だ。のび太たちが到着した。みんな疲れてんだけど。邪魔者、もうみんな疲れてんだけど。コピーロボット、追突すねよ。これってどうやって回復させんだろうな。キル、あ、 ZR で回復しろってやつか。デコピンでやっつけた。剣持ってるやつは、剣持った犬は。はい、やった、邪魔者を追い払えた。だけか。犬でかいな、おい。プリンの素、お、出たね、プリン。作れる。プリンの素、黒糖。黒糖プリン。黒糖プリンができた。仕上げ、お、シズ好きか、プリンが。えい。新記録。一番右何？高級感、高級感タイプか、シズは。はい、お願いします。はい。雷さん結構好き。意外といける。とんがり多い。個人的に好き。だったらもっと評判いいだろ。控えめな感じ。キテレツ多い。チンプリ、庶民の味方。美味しいね。なんだって、プリンの棚が建築可能になりました。はいはい。プリンコンテスト。そんなのもあるのか。わ、また大きな本を見つけちゃった。今度も不思議な世界とつながるのかな。またかも、ポイントがないよ。ポコギャ、ヤバニャン、フニー、ポコニャン。あ、なんか知ってる。見たことあるかもしんない。ポコニャンの世界のゲータがつながるらし、つながって。おい、やばい爆弾出すんじゃねえよ、ドラえもん。これも三人セットなのかな。ポコニャンの世界がつながった。ポコニャン、アリニャン。ありなんか。団子はないにゃん。ちょっと待って。と、立てるで、プリンの棚。ちょっと整理したいな。どうした？ゴリラ、豚。ゴリラ、豚。はいはい。食べたいお菓子が見つかったようだ。黒糖プリン。豚ゴリラがお店に来るようになりました。あれ、豚ゴリラってなんだっけ？八百屋だっけ？らっしゃいの人だっけ。楽しみなこと。黒蜜きなこパフェ。天然たい焼き。聖火。八百屋。ああ、やっぱ八百屋だ。牛丼屋さん。牛丼屋さんは違うだろ。
聞いてるやつ大百科、2人を座席を手に入れた。あ、また席増やせと。はいはい。水飴とんがり、お前寂しいとこにいいな。審査に参りました、よろしくお願いします。お、来た来た。餌の取り合いで喧嘩になって困っています。助っ人を誰か紹介してください。審査来てんですけど、喧嘩の助っ人がいない。おい猫、誰か助けて。あなたは豚ゴリラ、大丈夫、仲裁できる。こういうのパーマンの方がいいんじゃない。パーマン1号さん、喧嘩の助っ人なら私にお任せあれという顔で出発しました。助っ人っていうか仲裁してほしいんだよ。これにしよう。ここで買ってくんだ。席で注文するんじゃなくて。どこ行こうとして今。反映済みだよ。あ、了解了解。今審査を見てんだよ。いただきます。さっきこんな画面になったっけ。お前食うの早いな。おい、和菓子屋検定2段。20丸。結構ギリギリじゃないの。どうなの。合格、素晴らしい、やった、いい店だ。認定を受けました、おめでとう。ありがとう。勲章1個もらった。誰かにあげたいよね。静かにあげるか。お菓子の仕上げ回数もアップ。はい、オープンして間もないと聞いてましたが十分基準に達していました。いやはやお見事です、ありがとう。今後もどら焼きあんの活躍を期待してますよ、ありがとう。未来コイン10個ありがとう。入り口が建築、入り口作るの、入り口が建築可能って。ああ、なるほど。新しい和菓子検定、じゃあ全然もう変えなきゃダメだね、入り口とか。こっちに立てておくか。じゃあお前スネ夫どっから出てきた今。あ、それで軒をここに立てればいいってことか。なるほどね。リサイタルそろそろ開いてみる。リサイタル開催決定、ジャイアンリサイタル、場所空き地。絵が漫画になってるよ。え、新しいストーリーを発見しました。発見しないでほしい気がする。リサイタルの特訓？君誰？おい、伸びた。スネ夫の声どうやってたって忘れてた。トレーニングのリサイタルを開くってなんだよ。知らないよ、僕も今知ったんだ。伸びたがアクチなんて作るからだぞ。リサイタルなんて開いたらお客さん帰っちゃうんじゃないか。お、リサイタルって言ったか。持ってきてるな、なんか。じゃあ、ジャイアン。いや、君のリサイタルが待ち遠しいって話してたんだよ。よ、人気歌手。そうか、そうか。でも、お前らは手伝いって聞けないだろうから、残念だったな。俺の歌でお客さんが喜ぶ姿が目に浮かぶぜ。ボエー。もう腹くくるしかないな。いろんなお客さんがいるから、意外に喜ぶ人もいるかもしれないしね。うん。大丈夫？やってる。おお、準備進んでる。大丈夫、動物逃げないかな。リサイタルね。先生、来ちゃったよ。いろいろできる。ピュリピュリピュリンで、生クリーム。普通のプリンじゃない？和三盆プリン。生クリームだよ。砂糖じゃないよ。はい、シズ。はい、それ。はい、試食会。チンプイ、意外といける。だったらプラス2じゃないだろ。そこそこ流行りそう。伸びすけ、ヒテレツ、いつか輝きそう。タマコ、庶民の味方。よくわかんねえよ。おいしいね。新商品、醤油、水飴、醤油、水飴、プリン、みたらしプリン。なるほど。っていうことはこれで団子も作れるのかな。みたらし団子が。ハムハム、割といい感じ。チンプイ、パーマン1号、ニーズはありそう。お前合わなかったか。豚ゴリラ、独自のテイスト。出来すぎくん、気軽に楽しめる。出来すぎくんは優しいね。お、
美代子か、これは。食べたいお菓子が見つかったようだ。美代子がお店に来るようになりました。美代ちゃん、あゆ焼き、ジャンボチョコモナカ、パラソル付きベンチ、グッズ売り場、あゆ焼き、ワッフルみたいなやつ。美代子、ここなんか普通になんか道が塞がれちゃってんだけど、通ってるよね。ドラえもん、僕の天才的なアイデアを聞いてよ。スネ夫どうした？お客さんがお菓子をお土産用に買って帰れるようにお土産屋コーナーを作るのはどう？いや、普通に買って帰ってんじゃないの今。お店で食べるだけじゃなくてお土産用にもお菓子を買ってもらえるんだから、きっと売り上げが上がるぜ。なるほど、さすがスネ夫くん、いい考えだね。スネ夫くんって呼ぶんだ。変だろ。じゃあお土産コーナーの設置よろしくな。だって金が全然ないよ今。あ、ここ道がなかったのか。パーマ1号が戻ってきました。はいはい。結果やいかに。猫の喧嘩の助っ人に仲直りのアフターケア付きの手厚い対応で喜ばれました。 F ポイント30、現金が欲しい。あ、でも未来コインも欲しい。うん、未来コイン稼げないからね、商売で。20あるから買っちゃう、神様ロボット。ジェーテレー、神様ロボット買っちゃった。神様ロボットは店内で活動するようです。徘徊すんのかよ神様。そこら辺をうろうろしてないのが神様じゃないのか。ああ、自由に過ごして。はい、二人用座席が残ってたな。どうした？あ、ジャイアンが始まったのか。ありがとうございます。ボエー、わざわざ来てるよ人が。フィーバー、おかしくなってる、おかしくなってるこの人ら。ボエー、ジャイアン、水飴と、ん？水飴だけで完成。雷おこし、水飴で作るんだ。ジャイアン頼むよ。完了、しょっかい。割といい感じ。とんがり、そこそこ入りそう。のびすけ、存在感がある。エスパーマミ、手頃な雰囲気先生。おいしいね。お、コロスケ来たじゃん。コロスケなりなり。食べたいお菓子が見つかってた。あ、これだったんだ。雷おこし、コロスケがお店に来るようになりました。コロッケないけど。ドラマリトッツォ、栗もなか、コロッケ屋さん。自分の顔書いてあるよ。聖火八百屋、キテレツ大百科、4人用座席を手に入れた。やばいわ、整理しないともうぐっちゃぐちゃだよ。コロッケ、コロスケでしょ。お菓子を3個多く買うようになる。お店のお金が残り少なくなってきましたね。うん、全然ないんだよ。せっかく少しずつお客さんも増えてきたのに困りました。おー、ドラミが来てくれたよ。やってきた。お兄ちゃん、今日のところは私が貸してあげるわね。しっかりしてよね。ありがとう。10万手に入れた。ドラえもんさん、持つべきものは妹ですね。ありがたくお借りしましょう。え、そんなにお金使ってたっけ。あの、とにかく何も考えずに作りすぎたか。待ちの時間がもうちょっと必要か。コンテストで大福コンテストか。うん、じゃあやってみるか。金稼いできて。出発。勝った時は出場者が勲章ゲット。じゃあジャイアンで。はい、審査。どら焼きやん、生クリーム大福、美味しい、100、好き100、好き100、好き100、いいね。結果発表、メソポタミア堂、最強ひよっこ、最強ひよっこ、ち、読んでないよ、ちんしか読んでないよ。最優秀賞、またお会いしましょう。みんなやったね、僕たちのお店が最優秀賞だ。はい、真ん中がいいってこと、これだと。一番下でもいいんだよな。未来お金、未来お金がずれたな。難しいなこれ。
F ポイントはもういいんだよ。未来お金が欲しかったんだよ。あれ、ドラミの借金は返さなくていいのかな。なんかすげえお願いが溜まってんだけど、金がねえんだよ金が。ん、お疲れ様。ふう、今日はたくさんありましたね。あ、そっか、あれ一気に足されるんじゃなくてずっと足されてた結果だから、最終的に一日終わったらなんかまたジャイアンが歌い出してんだけど、しばらく歌ってんのこれ、もしかして。じゃあベンズを迎えに行くか。大福の皮、白あん、水飴、練り切り、何これ。はい、完了。羊羹食ってるよ。とても美味しい。コロスケ、美代子、ニーズはありそう。のびすけ、控えめな感じ。おい、チンプイ、気軽に楽しめる。そうなんだ。羊羹の棚が建築可能になりました。羊羹もまた別か。全然土地使ってないんだけど広げなきゃな。ジャイアン歌ってるし。謎の石が建築可能になりました。わかんないよ。コンテスト行くか。よもぎ餅、未来コインが いるのかこれ。出発。スネ夫がまだゼロだからな。スネ夫行ってるか。はい、どら焼き屋、よもぎ餅、素晴らしい100、最高100、素晴らしい100、素晴らしい100。お前らもうちょっとちゃんと審査して。甘印アイス、黒ヤギ総本家、うまいや、どら焼き屋、どら焼き屋です。おめでとうございます。圧勝やね。はい、これ難しいんだよ。お金が当てたいんだけどさ、お金か未来コインが欲しいんだけどさ。お、お金だ、20万。やっと余裕が出るよ。できるよ。勲章1個もらった。アイスネオ、探していた方に無事に出会えたようです。ベンゾー、なんか変なもん食いたがってる。なんかすげえ人多い。どうなってんのこれ。コンテスト3回優勝、本日の売り上げすごいね。ジャイアンパックピリ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 ってなってる。商品が売れなくて困っています。代わりに売ってくれる人を誰か紹介してください。商品が全然売れない、誰か助けて。す、あなたはできすぎくん。いた、得意な人がいて。よかったよかったよかった。できすぎくんさん、私が来たからには完売しちゃいますよという顔で出発しました。頑張って。ん、どうした。音、ちょっとゆっくりする。よもぎくり、魅力アップ。はい、新しいストーリー、リサイタル開催後。あ、終わったか。おい、伸びた、リサイタルの日の売り上げすごかったな。そうなんだよ、みんな狂ったように買ってくれちゃってさ。狂ったとか言わない方がいいと。あまりに衝撃的な歌声にみんな混乱しちゃったのかもしれないね。売り上げが上がったのはいいけど、お店の評判は下がってたわね。おい、そうなのかよ。あ、でももう評判は戻ったみたいだよ。売り上げかリサイタルか予想考えただけで寒気がしてきた。ジャイアンは蚊帳の巣とかや。まだ痺れてるよ、ビリビリ。そろそろピクニックに行かれることかと思い、行き先をリストアップしておきましたよ。今回はどこへ行きますか。あ、月一か。月一で行くのか。人気観光都市、お店好き度とお金入手。爽やか牧場、 F 入手。いい季節、健やかな森。じゃあ健やかな森でしょう。行ったいんだよね、もうすでに。でもいい季節って言ってんだから行くよ。カムカムキャロット、神も来てんじゃん。増えてるね、いいね。すげえな、オールスターだよ。あ、増えない。
あ、そっか。エスパーマミのみか。いいピクニックでした。みんなで行けて楽しかったね。また行きたいな。はい。お願い。ピクニックの行き先また増やすか。全然行ってないけど。たっけんだよな、こいつら。水の飲み鳥がお店にあるといいかも。水飲み鳥？ポクニャンをおもてなし。三色団子。コロッケ屋さんが。コロッケ屋さんか。あとちょっと高い。無理。お土産コーナーを作りたい。これぐらいならいっか。売り上げ上がりそうだし。ランクアップできる？はい、ランクアップする。条件をすべてクリアしてランク3になりました。はい。こんにちは。うん、ドラミまた来たね。予想以上の活躍ね、すごい。ご褒美ありがとう。何くれるんだい？廊下、絨毯の廊下、装飾アジサイ、施設、アンティークライト、立ててみよう。もう全然立ててないよ。新しいストーリー、はい。また押しちゃった、連打しちゃったよ。ねえ、ドラえもん。見つけた本で繋がった世界からお客さんが来てくれてるじゃない？俺たちも行こうぜ。うん、そうだね。お客さんが増えるのはもちろん嬉しいんだけどさ。僕たちがいる世界とは別の世界があるって不思議じゃない？そうでもないっすさ。この世界には無数のパラレルワードがあるからね。例えばある日君が遅刻して廊下に立たされたとするだろう。嫌なこと言うね。でも遅刻せずに立たされなかった世界もどこかにあるんだよ。わかった？じゃあそっちの世界の僕はその後どうなるの？消えちゃうの？なんでだよ。つまりね、もしもボックスみたいなもんだよ。もしもの世界を作ったとしても、この世界は消えないし、作った世界もそのまま残り続けるんだ。なんだ、初めからそう言えばいいのに。パラレルとかパラソルとかトンチンカンのことばっかり言うから。でも、もしも、もしも、でも、もしもボックスはもしもの世界とつなげて体験する実験装置のようなものなんだけど、今回見つけた本はいろんな世界とこの世界をつなげることだけを目的に作られてるみたいなんだ。ドラミのやっぱ、ドラミが暗躍してんじゃないのか。一体誰がどんな目的でこれを作ったんだろうか。実に不思議だ。藤尾が作ったのか、はあ、そして果たしてこの時代の技術で作れるものかなのかという、点も。寝てるよグースピー。もうのび太くんはしょうがないな。往診データがダウンロードできましたとか、タイミング考えろ。食材探しでブリキのおもちゃ島に行けるようになった。はい。未来デパート、お願い、ジャイアンのお願い。さあ次のランクアップの条件持ってきたわよ。応援してるわね。やっぱドラミが黒幕だよな。食材探し F キャラ、お菓子の発見限定に合格。はい。未来デパートに新商品が踏みました。金がねえんだよ。割とマジでポンプが使えるよ。もう業界新聞、星3つ獲得、インタビューを受けた出来すぎくん。本誌の調べによりますと、どら焼き案が早くも3つ星に達したことが分かりました。開店からお店を知る周辺の住民は発表のたびに驚いている。今後は新商品の開発も重要になるだろうと、神妙な面持ちでお餅を食べながら語っていました。一体今後どこまで成長していくのか、どら焼き案から目が離せませんね。はい。で、土地を3回広げたよ。ドドドン。引き受けたお願い事、はいはい。お土産屋コーナー、はいはい。水の緑、これ何、秘密道具なのかな。コロッケ屋さん、ピクニックの行き先、歴史ある観光地、忙しい、静かのお願い。次から次だなお前ら。出来すぎくんが戻ってきました。ただいま、結果やいかに。商品は飛ぶように売れ完売、さらに追加注文が殺到してとても喜ばれました。 F ポイント20個手に入れた。どっちをもらおうかな。未来コインが欲しい。ちょっと難しくなってる。はい。おお、ブービーさん、分かった分かった。お土産コーナー、コロッケ屋さん。あ、担当がいるんだ、お土産屋。
お土産屋コーナー、まあ店番やってんだからジャイアンがいいのかな。瞬間昼寝座布団トレーニング、瞬間昼寝座布団で寝るができる、いいね。じゃあ瞬間昼寝座布団、新しいトレーニングいるのかな。瞬間昼寝座布団で寝る、のび太は必要ねえだろ。すっげえ上がる。当選簿がいる、どこで探しますか。うん、ドラえもんがなんか反応してるけど、のび太ドラえもんで行くか。じゃあきなこ、はあ、売り上げすごいな。ジャイアンパワーか。ジャイアンパワーか。素晴らしい営業成績ですね。未来コインはもらえないのか。猫を見つけました。ほぼドラえもんじゃねえか。空き地に住みつきそう。金意外と使うな。あ、お仕事。野球のバットが豪田雑貨店にて販売。野菜がまあ雑貨だから。タコ、人形、麺粉。待って、ドラ焼きじゃない、コロッケ屋ない、外だったの。外か中かちょっと分かんない。書いてあるのかな。当選簿されている、みんなで追い払おう、頑張って。おや、命知らずの者がやってきたようだな。ふふふ、面白い。目に物を見せてやる。食べかけのおやつ食べたら行くから、そこで待ってろ。無視していこうぜ。いってらっしゃい。のび太たちが到着した。ジャイアン疲れてんだ。なんだか気力が湧いてきて 50% 上がった。独身ルーペ強い。ジャイアン一層だよ。邪魔者どちらさん。強スネオやられるよ。コピーロボットスネオ強。おお、やられてるよ。のび太静か。スモールライトもっと先に使って。よくない、説教した。邪魔者に勝った。はいはい、やった、邪魔者を追い払えた。よかったね。神がうろうろしてるよ。あー、バス来てる。わ、また大きな本を見つけちゃった。今度も不思議な世界とつながるのかな。多いな、おい、誰これ。梅干し殿下。あー、なんか名前だけはなんか聞いたこと気がある気がする。本の向こう側に何か見えるような。梅干し殿下の世界のゲートがつながりそうです。 65F。 はいよ、いっぱい出てきた。そうでもないか。梅干し殿下の世界がつながった。3人だけ、もっといたような気がしたけど、もう1人いるよね、大臣。どこだ、ここは地球のようだけど何か違うような。梅干しじゃないんだこの人たち。そうだ、ここに梅干しを再建できるかもしれない。侵略者じゃないか。ゆっくり見学させてもらうね。パンパロパン。やばいやつ呼んできちゃった、もしかして。やばいやつ呼んできちゃったよ。じゃあプリンを作ろう。きなこ、きなこプリン、きなこプリンができた。そのまんま。いいのかな。あんこ、あんこと牛乳ってこと。あずきミルクプリン。なんか上ゼリー乗ってるけど。どこでもホール。食材探しの場所が増えるかも。どこでもホール。新しい施設が置けるようになったよ。新しい施設、施設として置くのか。きなこ、牛乳、羊羹の書、漫画。どこでもホール。うん、これ何。食材探して地底のジャングルに行けるやん。地底のジャングル、どっち。なんかいる。でも誰も反応してない。地底のジャングル。じゃあのび太行ってきて。いちご。結構なお手前でとんがりお茶飲んでるよ。新しいストーリーを発見しました。どうした。地底の世界。ああ、
新しいお客さん、新しいお菓子、謎の炎など。なんかアクション仮面？ドラえもん、0点を隠す道具出して。たくさん隠してるのをママに感づかれたみたいなんだ。もうしょうがないな、今回だけだよ。これを使おう、どこでもホール。地面の中に一人でにできた空洞を探す機械なんだ、怖い。ダイヤルを回してカチッと音がしたら世界のどこかの空洞とつながってるよ、怖すぎる。僕にやらせて、ダイヤルを回してっと。あらあら、本当に穴が開いてる。入ってみよう、結構大きな空洞みたいで。落ちた。タケコプターは、うわ広いね、奥まで探検してみよう。あれれ、進めにつれて天井がどんどん高くなって、うわ、タケコプター一瞬だな。まるで白亜紀の森みたい。ドラえもん、誰か来たよ、どうしよう。君たちは地上人だね、なんか乗ってる。私は気流大使のバンホを迷い込んだのかい。アクション仮面じゃないのか。僕たちはあの霊天を。そんなこと言ってもきっと伝わらないよ、一か八か。こんにちは、僕ドラえもん、地底にドラ焼きを宣伝しに来ました。地上へ遊びに来ませんか。ほう、地上をガイドしてくれるのか、それは助かる。ぜひ遊びに行かせてもらおう。いいのかよ。助かった。これからドラ焼き屋に行くのが楽しみだよ。なんかもう一人いる。ピンポンじゃない、誰かが来ました。誰、誰だよ。シティマラソン事務局、ドラキアンさんのお菓子をシティマラソンの給水ポイントに置かせてください。置かない方がいいと思うよ、マラソンの水っぽいやつがいいのかな。じゃあ黒糖ドラキでいいや。なんかついてるし、勲章か。探索力が足りない、まだ足りないのか。のび太でもなかなか、のび太鍛えてた気がしたんだけどな。バンホーと力比べ挑戦する。ぜひ一度力から比べをしてみたいな。力比べで買ったらお客さんになってくれそうだよ。なるほど、力比べですか、わかりました。受けて立ちましょう。強そうだな、おい。2人いるよ。気力が湧いてきて、コピーロボットジャイアン、大丈夫かこれ。減ってないけど強っ。どうしようもないよこれ。スモールナイト、これでもうほぼ全員なくなんじゃない。ほらジャイアン決めろ。ジャイアン強いな。うん、もう一発殴れればって感じだな。あと一歩、本当にあと一歩。残念、気力が足りてないのかな。コンテストでもらえる勲章で気力が上げられますよ。また挑戦してみましょう。はいはい。お、久しぶりのどら焼き新商品。あ、いちごか。生クリームといちごで、いちごどら焼き、フルーツどら焼き。いちごしか入ってないよ。みかんとブルーベリーはないよ。はい、ドラえもん、美味しさすごい。なんか季節感がよくわかんない。愛食会、コロスケ、割といい感じ、プラス3。エスパーマミ、馴染みのある感じ、プラス3。ミヨコ、控えめな感じ、プラス1。おい、出来すぎくん、手頃な雰囲気、プラス3。お、君が来たか。誰だ、セワシかこれ。食べたいお菓子が見つかったようだ。セワシがお店に来るようになりました。でカード1を全て達成しました。ありがとう。楽しみなこと、抹茶どら焼き、泥団子、ドラ団子、泥団子じゃない。お土産屋コーナー、銀河エクスプレス、何それ。4人用座席を手に入れた。あ、整理しないとな。どうした？あれ？こんなところにも不思議な本が落ちてるぞ。ゾウくんとリスちゃん、どちらさん？ゾウくんとリスちゃんの世界のゲートが繋がりそうです。はい。ゾウくんとリスちゃん、はじめまして。ゾウくんとリスちゃんの世界がつながった。はっ、言葉は喋んないのか。はっ、当選簿されている、みんなで追い払おう。大丈夫か、強そうだけど。ひひひひ、面白そうな奴らが来たぞ、ちょっと遊んでやるか。
遊んでやるって言ったって鬼ごっことかじゃないんだからね、覚悟しろ。なんだその声。じゃあ何やる、泥系。のび太たちが到着した。ぶちかましたれ。もう死にかけてんだけど。そうか、さっきやったからが。ブワンフォード、なんかボスが来た。邪魔者が現れた。強っ。コピーロボット一撃でやれ。あーやばいなこれ、負けそう。あぶねー、回復しちゃったよ。みんなの力でお邪魔を回避できた、勝利。30はでかいな。やった、邪魔者を追い払えた。ゾウくん、ゾウさん、口開いてんのそれ。カステラかと思った。食べたいお菓子が見つかったようだ。ゾウくんとリスちゃんがお店に来るようになりました。あ、ワンセットね。ゾウくんとリスちゃんの全員がお客になった。一人しかいないのか。かき氷、白いクマ、白いクマ、琥珀糖、ブランコ、食べかけ犬小屋。ゾウくんとリスちゃんより、そういう作品。お、ジャイコ。お団子の素、新しいベース食材。あんこ、あん団子。あ、なになんだ、団子の棚が建築可能になるし。そう、これを整理しないといけないんだよ。ここもうガッチャガチャなんだよ。わ、また大きな本を見つけちゃった。今度も不思議な世界とつながるのかな。新しい世界、ちょっと、あれ、本の向こう側に何か見えるような。もじゃこう、21円もんじゃないのこれ。もじゃこう、もじゃこうの世界がつながった。どこだここは、地球のようだけど何か違うような。しばらくはここに家出しよう。しばらく頼むぜ。そういうタイプ、たい焼きが食いたいらしい。団子の棚、あ、もういっぱいいっぱいだよ。新しい食材、カスタード。ちょっと待って、ちょっと整理しよう。シティマラソン事務局が報告に。あ、わかったわかった。その日の様子、うん。黒糖ドラキ、ああ、よかったね。たっか570円。お礼にこちらを。7万円。アイテム、釣り竿。まあまあそんなもんかい。なんかすげえ増えてる。壺、何壺って。全国の和菓子屋さんの売り上げランキング。ちょっと待って、整理したいんだけど、ついていけない林に、林社に。お、23位。ランキングの報酬はダーツで決まりますよ。もう分かんないよ。青、お、未来コイン。まだまだこれからだね。ジャイアンパワーが落ちたか。お疲れ様。6月になりました。なんか今音が。